こんにちは、金子でございます。ということで皆さん明けましておめでとうございます。ちょっとね遅れながらのご挨拶となりましたけども、新年一発目メイン動画何しようかなと考えまして、やっぱりね1本目はね市場に行って自らちゃんと目で見ていい食材買ってなんか作っていきたいなと思います。今日1月の5日なんですけど、今日から市場がやってるのかな。まあ狙いとかは特に決めてないんですけど、うわすげえ、めっちゃお正月仕様になってる。すげえ、ほらなんかこんなんあったかな。来ました、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。わあでもいいな、わイカがいいな、これ剣先イカ、この牡蠣の円盤めちゃくちゃいいな。あーでもやっぱさすがにねいろんなもんあるわ、少ない少ない言ってもね何でもあるわ。カリナさん明けましておめでとうございます。いやもう本当におめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いやお願いします。うわうわあオリだ、いきなり来た。そうです、まあ、なかなか少ないけどな、初市で。あオリがめっちゃいい、これまだ生きとったやつだよ。初競りがあったもんで、生きとるっすよねこれ。ね池ですよね。アオリって生命力高いんですね。でもねアオリかもいいんだけど、これもねそそられるのよ。水ダコ、水ダコうまいよな。てかまあまずちょっとテーマを決めんとね、刺し盛りでいこうか、4種盛りぐらいで。あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。うわ、マグロがあるな、これめちゃくちゃええな。トンガ235キロ、すげえ、ここ見てこれ、これすごいぞ。ここもらえます、このぐらい、指4本ぐらい。そうですね、もっといいとこあります。マジっすか。ちょっとこれはね別件の動画でまたちょっと使いたいと思います。235キロの本マグロのカマですって。こんな大きい、うわわわわわわ、すげえわ、すげえの出てきた、これやばいぞ。何これ、これは高いですよ、名古屋の競りで一番高いマグロ。すごいな、これそう、あマジですか、ありがとうございます。じゃあちょっといただきます。めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい、やっぱ天然だな、うまいわ。見てこれ、めちゃめちゃいいと思います。血合いも綺麗だな。いや今日ならあるかなって、めちゃくちゃいいのが、これ名古屋で一番のマグロですから今日、いい一年になりそう、最高の。すいません、あれですか、生ワカメは食べた。食べてないです。お体にめいで奥さん、マジっすか、ありがとうございます。こんな安いもんで申し訳ないから、ありがとうございます。まあ出たんだ、金田さんに生ワカメいただきました、ありがとうございます。とりあえずマグロが買えたもんで、あとは白身ですよね、白身だよ。なんかいつもと変わった白身行きたいですよね。フグがいっぱいだ、これが悲願フグね、これトラフグで、これなんかな、詳細かな、ナシフグかな。珍しい黒ナマコが売っとるね、これ乾燥させてね、高級中華の材料ですもんね。でこの横が青ナマコ、これもね柔らかくて美味しい。でこの横がこれ赤ナマコ、まあ、ナマコはねだいたい黒、青、赤、まあ、赤が一番生で食べるんだったらうまいと言われてますけど、まあ僕はね青もなかなか好きですよ。ちょっと赤ヤガラもいいね、ちょっと赤ヤガラこれいいな。いやこれねどうしような、白身魚これでいこうかな、珍しいもんな、ちょっとめっちゃ迷うな。ホウボウの池もおるな、これうまいんだよな、ホウボウこれいこうかな。いや赤ヤガラかホウボウだな。これハマグリ、嘘でしょ、これ何これ、大アサリぐらいあるけど、これ食べたいな、決めた。赤ヤガラとこのデカハマグリ、おそらくハマグリだと思うけど、ほんでこの赤西、これ赤西貝って言うんですけど、これもねお刺身にしたらなかなかうまいんじゃないかなと思いますんで、珍しいし、ちょっとこれもお刺身につけますか。1個ずつとかでもいいですか。何でもいいよ。これハマグリですか、これこれ何 なんすかね、これめったに見んですよね。ちょっとこれやってみたいなと思って、これいきますか、これと赤西大きいとこ2つと、これもいただいてもいいですかね。あ、これ一緒だな、これ多分一緒だと思うんですよね。これなんだこれ、自分でやる、やりますやります、ありがとうございます。ハマグリじゃなかった、とりあえずマグロが入った、で貝が入った、で白身も入ったと、であと一つ光物も欲しいね。いやこれ面白いもんが買えた、こんなんめちゃくちゃいいわ。あいいイワシがおるじゃないか、このイワシを3匹いただいてもいいですか、はい、これめちゃくちゃいいわ。おこれもいいな、
めっちゃいいウニもあったんで、これも買いました。根室のいいウニね。よし、じゃあとりあえず一通り揃ったんで帰りたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。そしたら今日のお魚さんたちはこちらですね。まずはこちら、ピカピカのマイワシ、すごく美味しそう、鮮度もいいですね。もう目がキラキラです。でこちらいただいた生ワカメですね。もう出てきたんですね。新物をいただきました。これがめちゃくちゃうまいですよね。でこちらが、赤西貝ですね。こういうフォルムで裏めくるとこうちょっとねオレンジ色というか赤いですよね。でこの貝ねとっても美味しい貝なんですよ。普通に潮だまりとか行くといます。サザエとかより簡単に見つかりますね。で漁業権もかかってるところが少ないと思いますんでね。なんで取って食べてもいいよっていう地域たくさんあると思います。でこちら、これ最初ねハマグリかなと思ったんですけど、これ持って帰ってきてよく見たらこれバカ貝ですね。青ヤギってあるじゃないですか、あれの原料となる貝ですね。これ見てください。こいつ口をパカーって開いてるじゃないですか。あ、取っちゃいましたけど、バカみたいにいつも口をパカッと開けてるんでバカ貝と言われてるらしいですね。すげえ大きいですね。いい青ヤギ。ちょ、最近青ヤギの丸を全然見てなかったからすごく新鮮、ラッキーって感じで、こちらひときわ輝いてたんで買っちゃいました。海は買っちゃうよな本当に。何なんでしょうねこれ、バフンウニかな。うわいいな、これも食べたいと思います。ほんでちょっと入りきらないんで流しに置いてありますけど、こちら赤ヤガラ、僕の動画でねちょこちょこやったことはあるんですけど、こんな大きいのなかなかいないですよ。珍しいです。なので今日のさばきのメインはここ赤ヤガラですね。ほんでとてつもなくいいマグロが売ってたんでこれも買いました。これをスルーすることはできなかったですね。もうこんなの見ちゃったら買うしかないです。でなかなか入んないんですって。これ天然の本マグロですね。腹側の真ん中一番いいところを一頃いただきました。4キロ近くあるんかなこれ。この油のサシの入り方、そしてこの赤身の濃さ、最高ですね。極上のマグロですね。なんで今日はこちらを使ってお刺身の盛り合わせを作っていきたいと思います。でワカメもいただいたんで、ワカメと豆腐のお味噌汁も作っていきますね。で炊きたてのご飯で朝ご飯を食べていきたいなと思います。じゃあまずマグロからやっていきますか。でマグロはこれちょっと別の企画で使いたいので、今日はねちょっと食べるところ、ちょっと天身の少しとトロのところを少しもらいますか。じゃあまずはこの天身、この先端の赤身オブ赤身のところ、ここをちょっといただきますか。こんなもん。次はね中トロですね。ここいただきたいですよね。一回ここ膜を落として、ほんでここで取っちゃうと大トロだけになっちゃうんで、こういくか。ちょっと形がみっともなくなるけどこういきます。あ、いいですね。ここもらいました。じゃあこれはまた別の企画で使います。そしてマグロとウニ、では次はイワシからいきますか。こいつめちゃくちゃいいな。まずは内臓を出していきます。よっと、お、内臓脂肪もありますね。頭を落としてお腹のここら辺ですね、ここら辺から1本入れてかき出して落とすと。そしたら身を下ろしていきます。大身下ろし、腹骨をすくう。はい、これでイワシの三枚おろしの完成ですね。はい、このようにおろせましたら氷水を用意してそこにお酢を入れます。酢水を作って、でそしたら皮を剥いていくと。イワシの皮剥きは必ず頭の方から皮1枚残して皮を剥いていくと。で尻尾のところちょっと残ったら切ります。はい、こんな感じ。そしたら先ほど作った酢水の中に入れていきます。こうすることによって光物特有の生臭さ、それがね消えます。これをね酢洗いと言います。でも 100% の酢で洗っちゃうとちょっとね酢が強すぎて締まりすぎちゃうんで、水で薄めて洗ってあげるというイメージですね。これ今日イワシでやってますけど、このアジとかあとサンマとかでもねすごく有効です。とにかく光物にはねこの酢洗いっていうのがすごく効いてきますね。はいはい、ある程度洗えましたら水気を切ります。はい、これでイワシの仕込みの完成。はい、次こちらバカガイいきましょうか。よし、そしたら剥いていきます。口閉じちゃったな。バカガイはね結構殻柔らかいんで、閉じちゃった場合はちょっとここ割ってこう隙間を作ってあげます。そしてここから入れると。
で2枚貝はここに貝柱がありますんでここを切るイメージですね。はい、切れました。そしたら反対側まで行って反対側も切ります。この青ヤギの貝柱は寿司ネタでいう小柱ですね。すごい高級食材として扱われております。んー、これ青ヤギか。わー、めっちゃすげー。おー、なにこれ、でっけえピンのおった。こんなでっけえピンのを見たの初めて。でっけえし、なんか色が黒いな。よくね、牡蠣とかに入ってますけどね、あれはもっと透明で綺麗な感じですよね。なんかこいつごついな。青ヤギで間違いないとは思うんですけど、なんか色がね、ちょっと白っぽいですね。青ヤギって結構オレンジ色なんですけど、まあ、個体差はあるんですけど、どうなんだろう、青ヤギだと思うけどな。なんかホッキ貝と青ヤギの中間みたいな見た目してますね。そしたらここ、この下ベラのところですね、ここを外します。でここに内臓が入ってます。でこの内臓をピュッと取った状態、それを下切りと言います。でこれですね、これが青ヤギの先ほど言いました小柱ですね。でこれがね、紐ですね。紐もね、美味しいです。天ぷらとかね、かき揚げするととっても美味しいですね。そしたらこっち側は開きましょうか。開いて、よいしょ。青ヤギをあんま触ったことがないからね、これが青ヤギなのかちょっといまいち疑問なとこあるんですけどね。まあでもこの殻的に間違いなく青ヤギだと思うんだけどな。まあ今日はね、青ヤギで統一しますね。もう白いな、こいつは。うわ、痛い痛い痛い。結構この貝はね、挟む力が強いんですよね。で殻も薄いので挟まれると怪我する可能性高いです。なんで軍手とかした方がいいですね。あ、これも白いわ。みんな白い。はい、バカ貝の仕込み完成。そしたらこちらの赤西貝、ここにアイスピックかなんかで穴を開けて、で穴を開けたところにさらにアイスピックをぐっと奥に刺して、こう貝柱をここで断ち切ってぐるっと抜く方法もあるんですけど、ちょっとね、めんどくさいので、もうハンマーかち割り大作戦でいきます。なんか新聞紙とかこういう紙袋に入れて、そしたらもう躊躇せずにパーンと。かけえな、おい、ちょっと待って。全然びくともしないわ。ダメ、作戦変えます。ここから入れます。おー、閉じちゃった。くそ、この作戦もダメか。あ、いや、いった。いや、赤西貝ってね、だいたいボイルして使うんですよ。あんまりね、生食って聞いたことないですよね。僕も聞いたことないんで、今日食べてみようかなと思って選んだんですけど、うわー、これすごい難しい。この貝、このラインは包丁入るんですけど、ここが入んない、全く。あ、入った入った入った。よし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 、グラグラしてきましたね。もうここまで来ればこっちのもんですね。よし、オッケー。そしたらあとはコロッと剥くだけですね。おお、これが頭の部分ですね。そしたらあとはつなぎ目。うわー、これサザエみたいにはいかないですね。本当にガッチガチですわ。めちゃくちゃ強い。もうね、手入んないですね、これ。あ、うわー、きっつ。ここに入れたいんですけど、こう入んないんですよね、ここから。でも割るしかないんですけど、割ろうとすると硬いと。これもう茹でちゃいます。ここから下残ってる部分はボイルで割り切って使いたいと思います。その気になればいくらでも取り出す方法はあるんですけども、ちょっとここにカロリーを使ってられないですよ。めちゃくちゃ腹減ってますんでね、一刻も早く飯が食べたいということで、もうこれ茹でますね。お水にお塩入れて、はい、いってらっしゃい。そしたらこの取り出せた部分ですね、まずは蓋を落とします。すげえ硬えな。よっと。でまたね、これ赤西でもかなり大きい方です。もうちょいサイズが小さかったら簡単に割れたと思うんですけどね。塩をかけます。ぬめりを落とします。そしたらお水にお酢を入れます。本日2回目酢水の登場で、そこに貝を入れていきます。ぬめり系の魚介類にはこのお酢っていうのが効果抜群です。もう塩もみからの酢洗い、これで間違いありません。生臭みもぬめりもね、あっという間に落ちちゃいます。はい、この通り。これでバッチリですね。あとは切るだけ。これで赤西の仕込みの完成。お次はこちらメインディッシュの登場ですよ。じゃん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 。はい、赤ヤガラですね。もうめちゃくちゃ長いです。こんな長いです。こう1メーター以上ありますね。でこの魚、口がとにかく長いんですよ。こんだけ口ですからね。でここおちょぼ口みたいに
こうやってここが唇 でそこから長いストロー状みたいになってて、でここに初めて顔があります。でここにエラがあって、でヒレがあると、でお腹がここと、でお腹もここからここまで、とにかく長い魚、それが赤ヤガラですね。でもこれね、すごく美味しい魚なんです。鍋物とかにしても癖のない淡白な白身でとってもうまいです。でお刺身で食べたことがねあまりないので、ちょっとお刺身で食べてみようかなと思います。鮮度がめちゃめちゃいいのでね、楽しみです。そしたらこう長いので、どん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 短くしていく必要がありますね。まずはここで1本落とします。かてー、もうこれ音聞いてわかりますよね、骨がめちゃくちゃ硬い。おらおらおら、かてー、いてー。そしてわ、美味しそうな肝が入ってる。で肛門がここにありますんで、肛門から逆包丁でスイーッといきます。はあ、すげえ、こういう構造なんですね。先端の方にこれ肝ですね、肝があります。ほんでここお腹にびっしりついてるやつ、うん、全部内臓脂肪、すげえわ。え、こんな感じだったっけな。赤ヤガラ、この赤ヤガラはすごいクオリティ高いんだろうな。でね、意外と安かったんですよ。これ1尾3000円ちょっとでした。そしたらちょっとこうやって洗います。ゴシ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 と。あー、こんだけ魚が大きいと扱いやすいな。しっかり油も落としていきます。うわ、もうベタベタ、もうバターみたい。ほら、もう水ピッカピカに弾いちゃいますね。そんなこんなで赤西がいい感じ。あとはこれくり抜いてお刺身に添えるだけ。はい、そしたらお腹が綺麗になりましたと。で油がね、すごいしつこい、サラサラしてない。本当にね、なんだろう、手をどんだけ洗ってもベタベタが取れない、そのぐらい濃厚な油があります。そしたらここ肛門ですね、肛門から下落とします。どん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 カットして使いやすくしていきます。でここがね、お腹の部分ですかね、身がね、ここまではすごくたくさんついてますけど、こっからぐんとこう落ちますよね。ここがお腹の部分になります。でお腹の部分もまあそんなにお刺身とかでは取れないので、一回落とします。まあ、ここは出汁ですね。メインとして食べるところはこの胴体のところとこの尻尾のところ、まあ、ちょっと長くて扱いにくいので切っていきます。でこの関節のところ、関節のところをめがけて切っていきます。そうすると簡単に落ちますんでね、どの魚もそうです。よし、そしたらさばいていきます。赤ヤガラの三枚おろしは簡単です。こう上から見てここ背骨の横、ここから入れればいいだけ。結構硬いので、まあ、出歯とかが好ましいですね。はい、片身取れました。そしたらもう片身も同じように。こうなってたやつがパカッと背骨と身だけになりました。この骨もね、いい出汁が出ますんで、これまたなんかお味噌汁とかにすると美味しいですね。そしたらここ腹骨ですね、腹骨をすいていきます。まあ、腹骨というか膜ですね。骨自体はたくさん入ってません。綺麗な身が出てきましたね。はい、こんな感じになりました。そしたらね、骨が、あれ、骨がね入ってないぞ。なんかここに1本鋭いのが入ってるな。でここで1個割りますか。割っちゃった。でそしたら皮引きますか。経験上これはね、美味しい白身の身ですね。こんな感じ。ここにヒレがあるんでヒレ取っちゃいますか。これが正解ですね。でこうして、なんか骨がね、なんか変わった、あ、あるわ、あります、骨。ちょっと骨はね、刺身切るときにまた取っていきましょうか。皮がね、割と薄いので引きにくいかなと思いきや、薄いのに結構しっかりしてます。なので割と引きやすいですね。よし、OK、できましたと。はい、じゃあこんな感じで刺しネタの仕込みの完成ですね。そしたらこちらを切って盛り付けていく。まずはマグロ、トロのところ、イワシ、ヤガラ、you
赤西。青ヤギ。そしたら色をつけていきます。タデ。南天の葉っぱ。食用菊で、春を先取り梅の花で、こちらウニですね。ウニもよいしょ、ここら辺に置きますか。でお次はわさびですね。いいわさび買ってきました。今日はわさび頭の方から吸っていきますね。なんかプロのお寿司屋さんとかは頭の方から皆さん吸ってますよね。好みの問題だとは思うんですけど、今日は頭から丸く円を描くように吸っていきます。スリ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 と、でここら辺に乗っけて、はい、これでお刺身の6点盛りの完成。じゃあ次はいただいたわかめですね。これがねうまいんだ。地元のわかめなんですけど、三陸の方の肉厚のシャキシャキのわかめもうまいんですけど、このこっちの方で取れるこのちょっとね、この柔らかくて薄いわかめ、これもね香りが強くてとってとてもうまいんですよね。でちょっと綺麗に洗います。はい、綺麗に洗いました。生わかめはね綺麗に洗わないとちっちゃいね横エビの仲間とか泥とかがついてる場合がありますんで、この生の状態で一枚一枚綺麗に洗うことが大事。そしたらお鍋に水で戻した昆布を入れます。お水ごとね。で昆布だしを引いておきます。でその間にわかめをカット。でここ根元がね茎なんですよ。これ茎わかめって言います。このおつまみとかでよくコンビニで売ってますよね。それはわかめのこの茎の部分です。でこの茎の下にぐじょぐじょってなってるね、ちょっと脳みそみたいなのがついてるんですよ。でそれがねメカブですね、まあ、要するにわかめの根っこの部分ですね。これがメカブと言います。でこの上の方、これがね葉っぱですね。今日はこの葉っぱの方を使っていきます。葉っぱをこうやって食べやすい大きさに刻んでいきます。ザクザクザクと。もうこの段階で香りがいいの。この生わかめはね、この乾燥わかめにはないこの香り、これがありますね。これが出回ってくると、ああもうじき春が来るなと感じますね。あと2ヶ月もすればね桜が咲きますよ。本当に1年早いですね。本当に一日一日大事に過ごそうって思います。でわかめの仕込みが OK。 そしたら今日わかめとこちら豆腐ですね。絹ごし豆腐、もう最高の贅沢じゃないですか。余計なものは入れない。もうわかめの香りと豆腐の甘み、食感を楽しむ、そんなお味噌汁にしたいですね。はい、そんなこんなで沸騰直前になりましたんで昆布を取り出していきます。まあ、昆布出し取んなくてもよかったかな。今日はわかめたくさん入るんでね。で一回沸騰させます。はい、グラグラしましたらそこに鰹節ですね。はい、そしたらこしていきます。さーっと。はい、これでカツオと昆布の合わせだし完成。そしたらお鍋に戻します。でここに豆腐。よし、豆腐がゆらゆらしてきましたら、今日はこちら赤味噌でいきます。火を止めて味噌を溶かしていくと。そしたらお椀を用意して、お椀の中に生わかめをたっぷり入れます。もう全部入れちゃおう。でここに作りたての熱々の味噌汁を注いでいくと、豆腐も一緒にね。よし、そうするといい感じにわかめに火が入ります。であんなに真っ黒だったわかめがこんなに綺麗な緑色になりました。はい、これでお味噌汁の完成。
はい、じゃあ完成、いただきます。よし、食べていこう。めちゃ僕好みの刺し盛りができましたね。こんな貝がたくさん入ってて、でちょっと変わった白身魚と、で新鮮な光物の油物、そして極上マグロと、これ以上ない刺し盛りができちゃった。もう新年一発目にはね、最高の刺し盛りですね。でこちらいただいた生わかめと豆腐のお味噌汁、まずこちらからいきますか。いただきますね。うまい。うわ、これよ、香りがいい。でこのシャキシャキ感も素敵。いや、めっちゃうまい。出汁が綺麗だわ。ほんで、そしたらじゃあまずこちらのマグロいきますか。こっちが中トロですね。大トロ寄りの中トロで、これが天身、赤身ですね。わさびをつけて醤油にちょんと、いただきます。うわー、うめえ。これね、極上だわ、このマグロ。さすが200キロオーバーの個体はね、すごい。油の乗りもいいし、香りが全然違う。試食させてもらった時に、うめえと思ったけど、もう醤油とわさびつけてこう食べると、もう本当にうまい。もう皆さんに食べさせてあげたいぐらい、マグロ好きな方は死ぬまでに一回は食べてほしい。そんな味ですね。で、油もん食べたら、お、汁もんですよね。わかめと豆腐だけなのになんでこんなうまいの。じゃあ次はこちら、イワシいきますか。イワシちゃん、ここに1本筋が入ってます。で、裏側もここに斜めにこうやって切れ込みを入れました。これなんで入れたかというと、まあ、骨切りですね。斜めにピッと入れることによって骨が半分に立たれるんで、まあ、食べやすくなるのかなと。ちょんといただきます。とろける、うまい、うめえ。やっぱイワシってね、本当に美味しい魚。コスパがいい、鮮度のいいイワシはもうお刺身ですね。うますぎる。僕は鮮度のいいイワシをお刺身で食べるために生まれてきてるのかもしれませんね。究極だわ。刺しネタの中でも、もうトップクラスに入ってきますね。次こちら、赤ヤガラ。どうなんでしょう。いただきます。うまい。ああ、こういう感じか。こいつはうまいぞ。身質はね、こう、ねっとりと、そしてむっちりしてる感じ。もちって感じ。で、強い旨味を感じる。意外と繊細な子かなと思ったんですけど、かなり主張が激しいな。めちゃくちゃうまいけど。え、ヤガラってこんなうまかったっけ。で、お次、ウニいきます。ウニはもう間違いないですね。醤油つけて、こう、ウニ丼ですよ。こういう感じで。これはうまいウニだな。ミョウバンの匂いが全くせん。で、板のウニイコールミョウバン使ってるからミョウバン臭いって思う方いると思うんですけど、鮮度が良くて本当に質のいいウニっていうのは全くミョウバンの香りしません。苦くもないしね。結局はウニって鮮度が一番大事な気がするな。ミョウバンを使うか使わんかじゃなくてね。あと、どんだけ綺麗に加工するか、そこかなって思います。うん、うまっ。あと質とね。ではお次、赤西貝の、これ生の方、生まれて初めて食べます。でもめっちゃうまそうですね。ゴリゴリ系の。いただきます。あ、柔らかい。めちゃくちゃサクサクいけます。おいしい。サザエほど癖がなくて、うわ、旨味がすごい。後から旨味がものすごい押し寄せてくる。うまいな。ちょっと待って、うまっ。赤西貝めっちゃうまい。これ巻貝なんですけど、なんかね、二枚貝のような旨味の強さがある。すっげえ旨味がある。で、次こっち、ボイルですね。ボイルはね、何回も食べたことあるんでわかるんですけど、うまい。ボイルするとね、また甘みが強くなりますね。で、こちら謎の貝ですね。多分バカ貝だろうと思います。これもいただきます。めちゃくちゃうまいな。ただ赤西貝と比べてこっちはね、少し癖があります。貝独特の癖、ミル貝とかそういった感じの風味がありますね。魚苦手な方とか貝類苦手な方はちょっと食べられないかなって思います。貝柱うまいな。口の中入れた瞬間ホロホロっとほろけるんですよね。
はい、ということで今日はこちらの市場で買ったお魚で作ったお刺身6点盛りときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ、ジョッキ缶でいきます。2023年スタートは銀色のやつ、ここから始まりたいですよね。はい、ではいただきます。うめえ、まあ、朝からビール幸せだわ。今年もいい一年になりそうだ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は新年一発目、市場に行って美味しそうな食材を探して僕好みのお刺身の盛り合わせ作って食べてみましたけども、最高でしたね。まあ、どれもうまかったですね。マグロなんてね、もう最上級でしたし、あとね、赤ヤガラ、あれはうまいですね。で、骨がね、そんなないんですよね。もっとね、こう骨が複雑に入り込んでるような魚だったような、そんな記憶があったんですけど、もう全然もうお刺身でスッ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 切れました。まあ、ちょっと顔が大きいのでぶどまり自体はあんまりいい魚ではないんですけど、味が良かったですね。あれはいい白身です。こうね、何よりびっくりしたのが、あの赤西貝の生のお刺身、あれはうまいですよ。この巻貝の中でも割とトップクラスに入るぐらい好きかも。噛めば噛むほど後から来る旨味、あれはね、あんまりないですね。とても美味しかった。ほんであのバカ貝みたいな、あの変わった貝、あれマジで何なんだろうな。いや、これ何回も言って申し訳ないけど、バカ貝そっくりなんですけど、なんかバカ貝じゃないような気もするんですよね。うん、ちょっとね、詳しい方いましたらちょっと教えてください。いや、楽しかったし美味しかった。今年もいいスタートが切れましたね。あ、それでですね、僕今年からね、ショート動画をちょっと頑張っていこうかなと思いますんで、またショート動画の方もお楽しみに。というわけで皆さん、今年もよろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。